それではこれよりフローマークア MVP の表彰を行います。本日の試合で最も活躍した選手に JR 東日本ウォータービジネス様よりフローマークア MVP 賞が贈られます。本日のフローマークア MVP は河野修斗選手です。河野選手には本日のプレゼンターフローマークアマーメイドよりフローマークアを贈呈いたします。はい、それでじゃあ河野選手にもちょっとお話をお伺いします。今日の2点目と3点目のアシスト、ナイスアシスト。いやーでもね、本当今日は先発でフル出場で90分よくプレスかけまくった、走り回って、どうですか、よく走ったなって感じ。そうですね、まあやっとこっちに来て初めて、まあ、自分らしいというか、まあ、いいパフォーマンスができたかなという印象です。はい、まあ、今日はね2アシストということで、じゃあ残るは自分のシュートですよね。そうですね、今日も何回かチャンスあったんですけど、まあ、最後春也が出してくれれば決めてたかなと思います。じゃあそれは後で春也君にきつく言っておいてください。まあ、じゃあね、あの最後に、サポーターの皆さんへ力強いメッセージをお願いします。本当にこっちに来てから、まあ、周りも自分も納得いくプレーが全くできてなかったので、まあ、その中で今日初めてホームで、まあ、結果として2アシストという形が出たので、まあ、これから本当に点とかアシストでチームに貢献できるように、まあ、G1 勝負に貢献できるように頑張りたいと思いますので、ぜひ応援お願いします。はい、期待します。本日のフローマークMVP河野修斗選手でした。